はい、どうも皆さん、こんにちは。イサフトです。よし、じゃあ続きやっていきましょう。まあ、前回はね、ついに逆サフト値を焼却ということで、まあ、俺に燃やせないものはないとね、焼却炉の魔術師という称号を得たところで、まあ、病院編クリアと。で、こいつに、なんかこう、こんにちは、みたいに言ったら、なんかね、吸い込まれたみたいな感じなのかな？よくわかんない状況が起きたから、まあ、ちょっととりあえずこいつとか人にはね、触れないように、まあ、先に進んでいきたいなと思います。お、こっち行き止まりだ。待って、なんかすげえ人いんだけど。でもあの人たちはさ、ライト向けても基本的に襲ってこないんだよね。まあ、なんか根はいい人たちっぽいんだけど、仮にね、こういうものをさ、ぶつけたらどうなんだろうなってちょっと思うんだけど。音にも反応しない。何なんだろう、本当に。じゃあこっちからアクションを起こさない限り害はないんだね。お、めっちゃ雨漏りしてる。 超欠陥住宅じゃん。あ、中に入れる。へえ、かわいい。かわいいね。いや、マジでかわいい、この主人公。オッケー、じゃあ次進んでいきましょう。ここは2人で、協力っていうか、まあ、扉開けるだけか。オッケー、オッケー。まあ、この件、お、びっくりした。びっくりした。欠陥住宅を抜けて、お前、そんな、長風呂したら、革の手ボヨボヨになるぞ。ん？逆だな。手の皮。手の皮ボヨボヨになるぞ。怖いね、これ。なんだろう、どういう世界観なんだろうな。マジでわかんねえ。お、待って、音するよ。なんだなんだなんだ？なんか音がする、なんか音がする。ああ、普通に向こうに行こうねっていうだけね。何それ、中の、あれどうやって行ったらいいの？そこ開いてんだ。嘘でしょ？マジか。あれミスるか。そんな難しいとこじゃなかったよね。マジ？なんかすげえショックなんだけど、あんなミスんの。オッケーオッケー。で、さっきここに行くんだよね。オッケーオッケーオッケー。で、これを、多分レバーを下ろすと、下に行く感じか？上か。上なんだ。で？なんかさ、扉あったよ。なんかエレベーターのとこ。鍵かけられてんだけど。出れないんだけど。なるほど。わかったわかった。したら、ここだね。あー、くそー、惜しい惜しい。でもやりたいことはあれだってるはず。くっそー。いや、いけそうだな。いけそうな気はするね。だから、とりあえずここは何もせずに OK で、ジャンプ。で、すぐ切り替えて、じゃーん。あぶね、あぶね。で、レバー引いて上に行く。で、上に行ったら、もう、ここね、ここで飛ぶ。オッケーオッケーオッケー。来た来た来た。いいんじゃない？で、多分ここでしょ。違う？ あれ？ここじゃないかな？だって鍵かかってたもんね。確実にここかなって思ったんだけど、これは飛ぶ感じね。オッケーオッケーオッケー。いや、すごい、サスケみたいだよ。サスケ、嵐山をこう、嵐山だっけ？なんかあそこの名前。忘れちゃったけど。そこを越えていく人たちみたい。ここだ。ほらほらほら。で、でも鍵がない。でも鍵がないな。だから鍵を探さなきゃいけないんだ。ちょっと待っててね。したら、鍵は、だいたいなんかこういうところの中にあるでしょ。中に？戻っちゃうんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。ここしか引けないんだ。なんか意味ありげだと思ったけど違うのか。開けられる。あったー、ここだ。鍵ゲットしたら、開けてあげんだね。お待たせ。意外と簡単だったね、ギミック。ういー。で、そしたら、次はどこだ？普通にここか。二人で協力して、このレバーをまた、上げるのか。ガチャン。どっか動いた？何か変わった？なんだなんだなんだ？これでもう一個上に行けるようになったとか、そういうこと？その可能性あるよね、きっと。違うか？違うな。違うな。どこ行ったらいいんだ？何のレバーだったんだろう、あれ。これはこの動きしかないんだ。謎だな。ちょっと待てよ。だって左側はさ、鍵の部屋、何もなかったよね。ん？何のレバーだ？マジでわからん。まあ、でも行ってみなきゃ、何か変わってるかもしれないから。行ってみるけど、まあ、何も変わってないよね。
この扉は一人じゃもうここが限界で。あー、なるほど。どこ行くんだろう。わかんねえ。待って、もう他に道なくない？だって。あ、奥、奥？さらに、あ、違う、なんか奥に扉があるけど。絶対関係ないな。これわかんねえ。どっちだ？だってもうここ関係ない。いや、どっかさ、どっか関係あるよな。これ上がれない。どうした？水がなんか関係してる？違うな。なんだろう。なんかヒントがきっとあるはずなんだろうけど。これ落ちないか。待って、マジでわからん。これもう一回やってみる。なんか違った？で、レバー戻っ、違うな。いや、わかんねえ、わかんねえ。レバーが下になったけど。なんかあるよな、きっと。どこだろう。ちょっと待って、マジでわかんねえ。あのレバー何だったんだ。道がある？そんなことないね。隠し通路みたいなものかと思ったけど、違うか。この上には道はないよ。ダクトみたいのもないし。ここ違う？これなんか登れただけ？ただ登れただけか。待って、なんかすげえヒントに近いとか思ったけど違うのかな？なんだろう？本当にわからん。でもついてきてくれるようになった。さっきはついてきてくれなかったもんね。ん？なんだなんだなんだ？こっちじゃないのか。やべえ。マジでわかんねえ。ちょっと待って。ん？いやな、関係ないな。これ二人で超えるとかじゃないもんね。わかんねえ。なんだろう、下？いや、レバーを動かしたことによって、いやでも入ってきてくれないからやっぱちょっと違うんだろうな。やべえ。ちょっと待って、本当にわからん。すいません。ちょっとね、マジでわかんなくて、もう15分ぐらいここやってて、本当にわかんなかったんで、さすがにちょっと攻略見ました。したら、なんかエレベーターを下に下ろして、で、その隙に、一旦ここに乗るんだって。で、まあ今みたいな方法で、一回上に上がるんだって。で、上に上がったら、まあその、なんていうの、登ってくるエレベーターの、なんか上に乗るみたいな感じが書いてあったんで、ちょっとごめんなさい。ほんとこれだけは、もう許してほしい。ほんとにわかんなかった。もう何回やってというか、もうなんか、なんて言ったらいいかな。もうずーっとやってたんだけど、ほんとにわかんなくて、もうなんか、さすがにこんなところで長時間使えないと思って、ごめんなさい。ここだけちょっと攻略見させてもらいました。本当にすいません。いや、もう難しかった。マジで難しくてわかんなかった。んで、そしたら、ここで、レバーを押すらしい。そうすると、エレベーターが上がってくるんだって。で、そう。で、そしたら、なんか二人で乗るらしい。行こうって言ってる。そう。これで乗って、もう一個上の階に行くんだって。そうそうそう。これはね、ごめん。さすがにわかんなかったわ。そしたら、右側行こうか。あの台は意味ないのかな？まあいいね。OK、じゃあ、進んでいきましょう。ごめん。これだけはマジで許して。本当にわかんなかった。で、そしたら、おー、なんか屋上、なんか光ってんね。かっこよくない？この空間。ジャンプ。超かっこいいな、これ。いいね。これは、なんだ、普通に扉の奥行けばいいのかな？これは押してダメだね。ここ登る感じか、登る感じか、なるほど。これは、なんだ、上下移動。適当にいいんだ。どこでもいいんだね。オッケーオッケーオッケー。いや、いいね。なんか雨のこういう街すげえかっこいいわ。めちゃくちゃいいじゃん。で、これは滑車になってるから、二人で行くやつだね。上に行くから、ちょっと手伝っておくれ。オッケー。で、そしたら滑車回してやっていこうか。で、これは？ん？逆か？逆か。こういうことか。手前に引いて、で、届ける？届けてどうすんの？これ。その後は？で？なるほどね。マジ？この距離いける？やべえ、一回普通に飛べばよかった。うおー、大ジャーンプ！いけんのかい？ 全然余裕じゃんかよ。オッケー。で、したら、多分このはしご、上だよね。違う？いや、まあ上だと思う。上だと信じてる。
そうだね、そうだね、そうだね。で、2人で協力して、これも登っていく感じかな。さあ、頼むぜ。僕を上まで送り届けてくれなんし。で、ああ、なるほど、なるほど。なんだ。なんか、てっきりまた1人で行動する感じかと思ったけど、よかった、よかった。いや、2人で行動する安心感ね。え、行き止まり？ ここに来て、ああ、まあ、なんだろう。これか。これ登んだ。すげえな。どういう原理でそれ登ってんの？ マジでわかんないんだけど、どういう原理なんそれ。で、登ったらついに中に入ると。これは？あ、ここは一人で行けるか。オッケー、オッケー。室内に入っていく。したらなんか、わ、またなんかバーンって来そうだな。これは？ただ上から落ちてきてるだけか。え、怖い、怖い、怖い。怖すぎる。あれ？あ、登れるよね。登れる。お、びっくりした。お、待って待って待って。なに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 。お、びっくりした。え？なになに？鳥肌がすごい。え？なになになに？何かが落ちてきてる？どういうこと？う？なになになに？意味がわかんない。意味がわかんない。意味がわかんない。え？あ、普通に走り抜けろってこと？え？ちょっと待って、ちょっと待って。え？ちょっと待ってよ。